Wi-Fi を切ってみました。変わったかな、なんか。どんな感じ？こんばんは。そう、なんか配信してるとね、暗くなったりするの。暗くなったり、こうなったり、暗くなったり、映ったりする。あ、映ってる？よかった。さっきはさとかほの配信を見てた方は知ってるかな？ありがとうございます。そう、なんか2周年らしくて、なんかね、背景が可愛くなってる。イエーイ、2周年おめでとう 2周年だよ。2周年っていう大事な日なのに、私はそんな今日長くやってられなくて申し訳ありません。ちょっとね、今日練習しなきゃいけなくて。練習を頑張ります。20年。おめでとう。で、そう、昨日はそのショールームについてナタリーさんがその取材をしてくださったので、また改めて告知するんですけど、そう、もう取材をしてくださったよってことは載せていいって言われたので、一応載せておきました。またお知らせする時が来ると思うので、その時はぜひまたコメントとかしてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。楽しかった。昨日の私服好きすぎた。嬉しい。なんか昨日の私服はもう私もお気に入りなんですけど、その黒いスカート履いてて、レザーの。まあ、そのスカートを何月だろう、7月、6月か7月ぐらいに買ってたんですけど、そのスカートどうしてもその昨日履きたくて、でもずっと上の服何しようか考えてた時にないなと思って、でこの間買ってもらいました。そう、それにニーハイを履いて、でキャスケットをかぶりました。で、ドクターマーチン履きました。靴ずれしました。痛いです。とても痛いです。ちゃんと絆創膏貼ったんだけどね、ちょっとね、皮がめくれてしまいました。さくらんぼ服似合うね。嬉しい。さくらんぼ 膝赤髪が映った。見えづらかったです。よくしそばろ。マジで似合ってた。めっちゃベタ褒めするじゃん。嬉しい。ありがとう。モーニング部の時の服も好きです。あれ実はね、去年の11月ぐらいの末かな、11月末にアプビで来てたんですよ、公開収録みたいな時で。アスナル金山だったっけな、その時に着てた服で、なんかいつか握手会で着ようと思ってたんですけど、まあ着損ねてから今日着ました。なんかワンピースがいいなと思って、なんかカフェでワンピースっぽくない？ なんか わかんないけど 服装がなんかワンピースっぽいなと思って、ワンピース着ようと思って、ワンピース。美味しかったです。ちかさんがごちそうしてくれました。ごちそうさまです。美味しかったです。またインスタにも載せます。
お待ちを。眠たくなってきた。11日の公演当たったよ。嬉しいです。11日ね、出るんですよね。11日、そう、今日その練習をしたくて。頑張りやす、頑張る、頑張って覚えるよ。カフェで頼んだのは紅茶、コーヒー。紅茶です。いつもはジュースなんですけど、ちょっと時間余ったし、なんか大人っぽくなりたくて紅茶飲みました。頑張るわよ。ファイティン、ファイティン。紅茶美味しかったですか？美味しかったです。ちょっと苦かったので砂糖入れました。砂糖入れました。ちょうど良かったです。6人と8人って結構違う。ちょっと違うかも。なんかやってる身もなんか増えて、そのなんだろう、6人から8人って結構違くないですか？結構違う気がする。なんか見てる方も多分違う、なんか多いなって。多分なんか迫力とかは多分8人の方が絶対的に高いと思うし、それできるだけ多くの公演で、多くの人数で公演はしたいなって思うから。眠たいよ。わあ、2周年ギフトがすごい飛んできました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう、ありがとう。もう2周年だって。実感っていうか、そんな感じが全然しない。まあ、でも実質3年ぐらいですかね、多分。1年、やっと1年だった時に途切れちゃってるので、1回。そっからでもほぼじゃないわ。毎日やってるから、3年ぐらい。じゃあ1000超えてるのかな？どうなんだろう。ザドガボさんの配信で石黒柚月さんがちょっと気になりました。わー、嬉しい。いい子ですね。3年やん。フェイスガード越しでも顔見える。フェイスガード越しはちょっとまだ私経験してないから何とも言えない。マスクはでも分かるんだけど、例えばなんか初めましての方とかだと、やっぱなんかあれだなって思うよね。なんか初めて来てくれるのにマスクしなきゃいけなくて、覚え
にくいじゃないですか、まあ、こっちが頑張るって覚えればいいんだけど、その初めて来てくださるのにそのマスクしなきゃいけないっていうのはちょっとあれだよね。まあ、それでも来てくれるのは本当に嬉しいし、うん、最近すごい気になってますみたいな声とかもめちゃめちゃ多いから嬉しいです。感謝。そう、なんか12周年あたりから結構気になりましたみたいなっていう声がとっても多くて私は嬉しい。嬉しい。それ17歳になったんですよ私。やばくない？自分でももう17年も生きてるのさ、やばい。最近気になってます。嘘だ、私ずっと前から知ってるよずっと前から知ってる。逆上がり見た人かな。まあでも逆上がりは本当にありがたいことにセンターさせていただいてて、それですごい見てくださった方もきっと多くて、そう、結構嬉しい。本当にありがとうございます。そう、なんか12周年でって感じです。だから本当12周年公演だからあってよかったなってすごい思いました。海外楽しかったな、なんかなんだかんだすごい毎日毎日嫌だって言ってたのに終われば終わるってすごいなんか悲しい。だってもう1ヶ月前ですって12周年、やばくないですか。恐ろしい、時が経つの早すぎて。1ヶ月であれからもう早すぎて、早いわ、早すぎるよ。あ、15分だって。今年ももう終わりや。まあ本当にそれはそう。だってもう11月始まってすぐ多分12月になってすぐにもきっと今年が終わってしまう。早いわよ、聞いてないよ。なんかでもさ、今年はさ、もうさ、もうほぼ自粛みたいなとこあったから、すごいめっちゃ指入ってるわそうだから自粛みたいな感じだったから、あれよね、あっという間にクリスマス。なんかもう免疫にさ、いつも毎年ツリーある場所わかりますか、あのゲートタワーみたいなところのエスカレーターの横にあのツリーがあるんですけど、クリスマスもう飾ってあったの。めっちゃもう写真撮ってる人とかいて、もうそんな季節かってなりました。なんかもうハロウィンからの切り替え早すぎてどうしちゃったよ。クリスマス何もらう予定？
今欲しいものいっぱいあるの。だから選べない。選べないなって。物欲お化けなんで、常に物欲ある。眠たい。お眠い。今日朝食べたパン美味しかったな。おすすめです。皆さんぜひ行ってみてください。また後でインスタ載せるけども、ぜひ行ってみてね。こんばんは。今は何が欲しい？ AirPods Pro と AirPods Pro と、なんか良いとこの、いいとこの手鏡、なんかちょっとブランドみたいな鏡と、あとなんだろうな、服を買いに行きたい。それ行けてなくて、今全然行けてなくて、服を買いに行きたくて、ディズニーも行きたいディズニーも、何が欲しいかな。あ、座椅子が欲しいです。そう、私ショールームするとき、家でショールームしてるとき地べたに座ってるの。そうだから、そう、座椅子欲しいなと思って、持ってなくて、いつも地べたに座ってやってるので、なんか痛いんですよね。だから座ってやりたいなって思ってる。あとなんだろうな、さくらんぼの服そう。でもなんか化粧品とか欲しくはなくて、別に、そう、なんか最近化粧品が欲しいとは思わなくなりました。あと何が欲しいかな。こたつが欲しい。あと、うん、何がいいかな。まあざっとこんな感じですね。ちなみにエアポッツは持ってます。そう、プロに変えたいの。なんか音質がいいっていうから欲しいんです。エアポッツでもね、別に全然音悪いとか全然ないんですけど、だけどよく落としたりしないんですかって聞かれるけど、落としたことない一回も。万が一でも、例えばどっかに置いてきちゃったとか、どっかに落としましたとかでも、その AirPods のその本体の電源とかがついてれば携帯から探せるので、そう、探せるんだよ。もし落としてもね、落とさなければいいんだけど。そう、だから探せるんですよ。まあ落とさないように気をつければ全然大丈夫だし、うん、まあちっちゃいからね、結構これぐらいだからさ、確かに落としそうって思うけど大丈夫です。あ、初見の方がこんばんはだって、ありがとうございます。 SK48 チームエースの石黒月です。覚えてね。こんばんはって思ったけど、もう終わろう。ちょっとね、今から S 公演の練習をしなきゃいけなくて、
練習をしたいと思います。今日はありがとうございました。とっても2年っていう日にありがとうございます。また明日お会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。練習頑張ります。バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。またね。ありがとうございました。